高く燃えているー。そんなわけでレベルファイナル、編成はレベル40以下のステージに合わせたキャラ仕様。私からすれば随分偏った編成に見えるんだがな、他にも使えそうなのいるのによ。編成の何割かはランダムになりますが、壁とカッパーマインは欲しいところです。レベルファイナル、いざ攻略。1ページは全滅だよ。2ページのカッパーマインはいるぜ。今回は2枠が当たりか、やるじゃなーい。これじゃあ無理なので倍速します。今回はどうしてもオドラマンサー込みでやりたいことがあったので、カッパーの使用が絶対条件、あとは各種妨害を持つ七福邪神も使うので、ぜひとも揃って欲しかったです。レジェクエなんて恒例行事だから、普通に攻略すればいいじゃねーか。外ればっかりで勝てはしないんだけどよ。こだわるだけ難しくなるぜ。重要点さえ抑えれば入学できる。さあ2回目です。1ページ目は壁2枚にオドラー。だけど2ページ目は壊滅状態。せめて2かけるので倍速します。条件はほぼほぼ揃ってるような気がするんだが。ノーアイテムでこのレベルだと難しいんですよ。しかもガメレオンは高耐久だけど遅いですから、今回も無理です。お前の理想が全くわからねえよ。全部揃っても結構時間がかかる攻略になるぜ。攻撃面はニャンマとガネーシャがいるので、決まればそれなりに早いです。不協和音がある以上、ノーアイテムでの攻略は条件上難しいです。数に物を言わせるにはやや弱めなんですよ。再生産が微妙すぎるキャラばっかりだもんな。最初のオドラマンサーが崩れたら勝ち目なしか、一応難問ちゃ難問だな。揃えば決まります。次回こそ決めたいところ、一番安定したハメ技したいんですよ。最初にいかんともしがたい確率を制しなければいけないな。編成は変えません。十分な戦力と判断しております。三度目の正直、いきますよ。1ページ目の左は外れ、だがカンカンは強いぜ。2ページ目は綺麗に揃ったのでこれで勝ちを取ります。城を叩くまで8倍速。最後はキャッツアイ伝説3個なので、今回この端末では10個も取れませんでした。3個入手できるステージでいらないアイテムばっかりだったもんな。でもレアチケ2枚取れただけいいんじゃないか。もうちょっと粘りたかったですが本番が始まります。さあ思惑通りに行けばいいのですが、雷砲で動きを止めて、呪術師とオドラマンサー、カッパーと邪神で動きを止めます。お金が揃い次第2体目のカッパーマインを出しますが、タイミング合わせがシビアです。いつまで通常速度なんだ。2体目のカッパーマインが揃うまで待ってください。オドラマンサーが崩されてこのままだと負けルート、押されながらも2体目が到着。さあ最初に止めることができたら、高い確率で永久的に止められます。そういや 75% の確率で動きを止めるんだったか。それだけじゃないんだけど、止める時間の長さを利用して、ヒットバックの間のロスで空き時間を作って、実質動くんですけど止めてやろうと思います。本能に動きを止める時間延長があったらよかったのにな。特に見せ技ってほどでもありませんが、圧倒するには弱いキャラしか持ってない場合、一つの提案とさせていただきます。ガチ組に勝つための秘訣ってやつか、何が当たっても制限上苦戦はするからな。もう十分確認したから、終わらせようぜ。で、は4倍速で軽く説明。攻撃にカンカン出しながら大型の準備をしていきます。火力を重視した場合にゃんま、全体に均一にダメージの時はガネーシャです。今回は移動速度を考慮してにゃんまを先に送るんだな。綺麗に決まれば金策は簡単なので、壁を出しすぎない程度に調整して追い詰めます。ここから3体目のカッパーを考えたいですが、間に合うかは正直微妙。今の前線で押せれば問題ありませんが、できればカッパーマインの強さを証明したいです。残念ながら2体での運用の証明までだったな。限定キャラ持ってなくてレベルを上げられなくても、勝つことはできます。いただくものをいただいたら、プチ贅沢をしましょう。本来予定になかったことだがやるのか。次回もうちょっと揃ってからでもよかったんだけど、得るもの得たし特別です。お待たせしました。本日22日はガチャ確定の日なので、特別に初音ミク11連やります。半額で引けるから、いい機会ではあるな。確定で引く以上勝利条件に一番の目玉、大阪を
ヤバいやつ狙いか。外したらどうするよ。いつものようになっさけるだけです。ああ、前回ちょっとだけ引いたので新規ではありません。レベル40超えたらいけないのでポイント交換。ちょっと危なかったぜ。性能面から考慮すると大阪さえ出てくれればいいので他の超激レアは気にしません。もちろん当たれば歓迎いたします。大阪が絶対で他も欲しいってことだろ。新規に対入手できれば文句を言うのはやめましょう。お門違いなこと言ってるぜ。確定で行きたいは確実なんだから。追加要求はどうかと思う。ああ、音楽が流れてるので別の BGM を入れておきます。11連だとすぐ終わるので今回は通常速度。よく当たるな。手配ユニークスキル起死回生を発動。これにより形勢が逆転しますが、運がいい時に使うと悪くなります。で、新規来たー。猫か。赤い敵に超ダメージだが使い方次第だな。これで新規には不確定おめでとう。手派残りは大阪だね。来たー。いやー、文句なしの大勝利だよ。まさか本当に当てるとはな。勝負で欲しいもの全部かっさらいやがった。体力がやや低いが天使と赤い敵に超ダメージ。渾身も持ってるから強いぜ。射程も長いし文句なしのキャラだな。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。牢獄猫さえ引きたいのでここで一旦終わり。この端末を強くしなきゃいけないからな。